パフォーマンスが落ちるとは思ってないですし、今はすごくモチベーションも高いので、たとえ東京オリンピックがもう1年になったとしても自分がやっていきたい気持ちは持っています。続いてのカルチャーです。デイビッド・ベッカムさんの長男ブルックリンさんが婚約したことを発表しました。僕は世界で最も幸運な男だ。最高の望み、そしていつか最高のパパになると約束する。デイビッド・ベッカムさんの長男で現在は写真家として活躍しているブルックリンさん、更新したインスタグラムでは婚約の報告とともに青空のもと婚約者と見つめ合う写真を投稿しました。お相手は大ヒット映画トランスフォーマーでヒロインを演じたハリウッド女優のニコラ・ケルツさん。この嬉しい報告に父親のデイビッド・ベッカムさんも嬉